下にはマイクを回します、社名と氏名を名乗った上でよろしくお願いいたします。それでは、はい、じゃあ一番後ろの方どうぞ。関西テレビの松浦と申します。藤田幹事長にお伺いしたいんですけれども、先日の会見でですね、馬場代表が30日の承認尋問を見てそれで行って判断したいという話もあったんですけれども、今日まとまったことを聞くと、まあ、来週の承認尋問とその前後の会見での知事の答弁であったりっていうのを見て最終判断したいというふうに、まあ、ちょっとそのいわゆる判断が少し後ろ遅れになったかと思うんですけども、その理由改めて教えてもらっていいですか。まずですね、これはもともと馬場代表や私たちの意見の中でも複合的にさまざま意見がもともとありました。早く判断を、まあ、できる情報が揃うんじゃないかということも意見もあれば、いやもうすでに決まっているですね、この直近の日程の6日ですかね、6日に、そして5日が副知事でしたかね、知事、副知事が5日が幹部で、6日の、あ、そうか、2人やる、6日に2人やるか、ここでかなりコアな情報というのが処分案件であるこの公益通報の問題にも絡めて出てくるということもありますので、まあ、そこまではしっかり見た方がいいんじゃないかという意見が、まあ、今日の時点では大勢を占めておりましたので、私もその腹積もりで判断はその後にしようということです。ということは逆説的になるんですけども、昨日の証人尋問ではそれほど決定的なものとか発言とか、いわゆるその判断に値する材料が出てこなかったということでよろしいですか。これちょっとまとめて話した方がいいと思うんですが、まずですね、我々は政治家であります、まあ、ですからこの法に触れて触れてない、例えば刑事訴追を受ける受けないというそういうこの事実認定ももちろん大事でありますが、それとは別にですね、そこまで至らぬとも、まあ、政治的なその責任またはこの県をマネージメントしていく、組織をマネージメントしていく、そういうビヘイビアについてもやはり複合的にその判断をやっぱり市民、国民、県民の皆さんから受けるという宿命にあるものだと、まあ、私は理解をしています。でそのこの知事の特性の一端は昨日の証人尋問か証人尋問の中でも、まあ、私もいくつか感じ取ることもできましたし、まあ、そこについては事実の積み上げの要素の積み上げの一つにはなりました。ただこれはフェアな目線で我々ここまで来てますから、まあ、ですから来週行われる5日6日のこの証人尋問をしっかり見て、そして幹部、そして副知事も出てくるということでありますから、まあ、そこにも我々の委員も質疑に立ちますから、まあ、そこをしっかりと見た上で、何らかアクションを考えたいと、まあ、このように考えている次第です。はい、その上でですね、ちょっとまだ日本維新の会としての、まあ、昨日の評価っていうのはまだ難しいかと思うんですけども、藤田幹事長が個人的に見られてて、昨日の証人尋問は説明責任果たされたりとか、しっかりこう内容が納得いく内容だったかと思われますか。新たに認められたことがいくつかありますね。例えばそのパワハラ、よく言われるのは、僕はパワハラはもし認定するんであればしっかりと構成要素を、まあ、ちゃんと精査し、でそれに該当するかということが必要だろうというふうには思いますが、まあ、実際には本人も、まあ、認め、そして当該の方に機会があったら謝罪したいとおっしゃられているように、例えば付箋を投げたりとか机を叩いたりとか大きな声で、まあ、ある種の本人が言われる、まあ、いわゆる仕事の指導の、まあ、一環の中で叱責をされているということは認められてますから、まあ、そういうスタイルのマネジメントっていうのは私は個人的には、まあ、これからのリーダーにはあまり似つかわしくないとは正直思います。私はそういうことは徹底して、まあ、やらないスタイルを貫いてきてますから、ただ、まあ、それが許容範囲だったどうかということについては皆さんそれぞれご意見があろうことかと思います。まあ、ですからそういうものの複合的な一つの要素の積み上げには昨日の証人尋問はなったと思いますが、まあ、もう少し事実を積み上げて、まあ、我々としてもこの早めにある種の見解を出すという、まあ、ことを今日心合わせをさせていただいたものですから、まあ、できる限りちゃんと筋道の通った主張をできるようにですね、努力したいと、まあ、このように思ってます。最後に本日はその、地方議員の皆さんですね、特に県議団の皆さんからもお考えというものが示されたかと思うんですけれども、不信任をはじめとして具体的に、まあ、どういった声であるとか総意が示されたのかということと、
もしもその党本部側あるいはその国会議員団の皆さんと何か相互がある温度差があるのかどうか、あればどういったものだったかっていうのを伺いますか。何かあの温度差や、まあ、考え方の大きな隔たりがあるかというとそうではないです。私からはあの非常にあの難しいこの局面の中で、そしてあの矢面に立ってあの何かあの知事を意図的にかばっているんじゃないかあのようなご批判を矢面に立って受けておられる県議もいらっしゃいますんで、あのその矢面に立って、まあ、粛々と大義名分を果たそうとされている県会の皆さんに私はまず敬意を表したいと思うし、ねぎらいをしました。でその上であの県会の方でもあの昨日のやっぱりこの百条委員会は初めて知事がお出ましになるということで、これあの記者会見よりも重たい場でありますから議長罪にも問われるということで、まあ、ご本人も自分がこの悪意はなかったとしてもやった行動についていくつかを認めにもなられてますし、そしてそのことについての見解やまたはこのお詫びしたいというそういうあの意向も、まあ、いくつか新たな表明としてされてますね。だからそういうこともまあ皆さんからもあのその受け止めなんかもあのいわゆる僕らに対して意見としてあのいただきましたし、それはあの参考にさせていただきたいと、まあ、このように思ってます。はい、他はいかがでしょうか。はい、どうぞ。日経新聞の篠崎と申します。来週の5日と6日の百条委員会ではその贈答品と、公益通報があのテーマとなるようですけれども、藤田幹事長としてはどのような部分にこう注目してあの精査されていきたいというかというのを伺えればと思います。あの本筋としてはそのいわゆる贈答品でもあの贈答品というのは結構ファジーなところで、これまでも多分前知事もかなりその前知事やあの他県の知事もその扱いについては非常にこの曖昧な部分の中で運用がなされていると思うんですね。でやっぱりあのこの線引きというのはあのそれぞれがなさないといけないと思うんですが、多分おそらく自分あの非常にこの消耗されるものではなく残るもので高価なものを個人的に、まあ、あのいわゆる私物化するようなことっていうのはやっぱり線引きされるべきだと思うんですね。そういうことの、まあ、事実認定というのは非常に、まあ、重要なことだろうとまず思います。でそれはあの知事は以前からそれは絶対にないというふうにまあおっしゃってますから、まあ、改めてこの記者会見よりも重たい場であのそういう表明があるんだろうと思うし、それから委員の皆様からあのそれぞれのケースで、での突っ込みというのがあるんでしょうから、まあ、そのあたりの、まあ、答弁をどういう価値観のもとこのいわゆる贈答品に対して、マネジメントしてきたかということについての姿勢は見たいと思います。で先から申し上げているあそれから、公益通報の件、ですね、あのこの処分のあり方というのが果たしてどうだったのかということについてはあの外形的にはですねこの実際に処分事由がそのいわゆる一番最初 の告発文だけではなくてですね、元局長さんの処分事由を見るとですね、あの人事データの不正利用やご本人のパワハラ、部下へのパワハラ等も処分事由に含まれてますから、まあ、その段取りについてはあの違法性というものはなかなか難しいんじゃないかという見解があの結構多いというふうにお聞きしてますが、まあ、改めてそこについては精査していただきたいとも思いますし、またちょっと各種報道の中から一部報道の中で出てますけれども音声データ等が出てきてますね。副知事の県民局長へのこの調査取り調べの音声データの一部、それから書き起こし等が出てきてますから、まあ、そこも非常にあの重要な論点になるだろうというふうにはまあ思います。でそこに対して知事がどういう関与を把握をされていたか、あの副知事がどれほどその情報共有されていたかということはこれ重要な論点だと思いますから、まあ、そのあたりも見たいと思います。はい、じゃあこちらお願いします。NHK の上田と申します。すみません、あの先ほどの質問と重複するところだと思うんですけど、藤田幹事長に伺いますけども、およそ2時間にわたって、まあ、非公開の場でさまざまなご意見、まあ、県議会の先生方も出席された議会あの対応が開かれたと思うんですけども、まあ、実際その、まあ、不信任を出すべきだとかですね、そういった具体的な声っていうのも会合の中で上がったんでしょうか。あの様々な意見がありました。それはシミュレーションですから、あの様々なご意見やあのその後の想定っていうのは話し合われました。で
一応これ確認なんですけども、先ほど、9月5と6にですね、公益通報と、贈答費に関する、知事に対する第2回目の承認尋問が開かれてます。それを見て評価したいという、これは、今日の会合で、合意したという理解でよろしいんですか。そうですね、はい。でその上で、それこそ昨日報道でもあったように、県議会の第4会派の方から、不信任を出すということもあって、まずそれに対するご評価というのは、先生のこれでどういうふうにお考えられてますか。ちょっと不信任理由、事由というのは、私らやっぱりアクションするには理由の明確化が重要だと思うんですね。でそこについては彼らの考えというのを直接お聞きしているわけじゃないので、何とも評価しにくいところです。分かりました。これもあれなんですけども、それこそ第4回は昨日出されて、今後ですね、自民党さん、公明党さんを含めて、プラスアルファは維新の会としての動きもこれから注目されていくと思うんですけども、今後その自民党と公明党さんとかは、そこら辺との連携というのもどういうふうに考えてらっしゃるんでしょうか。すみません。県議団の中では、おそらくそれぞれの人間関係の中で意見交換されているものだと思いますが、我々としては我々も委員を出し、そして、県議団の中でもそれぞれ意見があるものでありますから、最終のその評価だったり知事への向き合い方については、我が党がやっぱり我が党の大義名分、我が党の考えをしっかりと表明すべきだと思うので、他党と何か連携してということについては、今のところ最初からそれを求めるつもりはないです。ありがとうございます。はい、評価はいかがでしょうか。はい、前をお願いします。前日新岸本と申します。今、ちょっと発言に関連しているのかもしれないんですが、さまざまな意見やその後の想定は話し合われたということでして、知事選になった場合の候補者選定という話もあったんでしょうか。ちょっと仮定の話なんで、なかなかその内実をどこまで喋るかは別ですが、我々は我々が実現したい政策思想があるわけでありますし、そして今の県政のこの停滞については、この最終今取り沙汰されている最初に告発文にあった7項目や、それから処分のあり方、公益通報との関係性にの事実認定はもちろんあるにしても、今これだけこの県政が非常に混乱しており、メディアの皆さんがこう注目してですね、県民の皆さんもかなりモヤモヤした状態であるということについては、これはプラスポジティブに評価完全にできるものじゃないと思うんですね。でその上で、新しい県政を作っていくためにどのような選択肢がいいのかということは、我々として独自にやっぱり考えるべきだというふうに思います。ですからこれね、あんまりこのなんか奥歯になんか何か挟まったような言い方してもしょうがないんで、もう皆さんも想定していることですから、仮に他党であれ不信任案が出たら議会を解散するか本人の選挙になるか二択ですよね。どちらにしても我々は自主擁立をする。それは議会の方も、今現職いますけれども、前回戦って負けたところ含めて、それはできる限り多く我々の政策がこのお届けできるようにですね、候補者を擁立するのは当然のことだし、全選挙区を目指して立てるというのは当たり前のことだと思いますから、そういう想定ももちろんあるし、でそのために県連と県議会、そして国会議員団、私も来てですね、そういう ありとあらゆる想定の中でその今回の件を評価し、そして今後のシミュレーションに対しての対応を決めるというのは今日の意見交換でありますから、そういう形で常に我々の考える政策がどうすればいち早く実現するかということと、それから県民の皆さんにご納得いただける、そういう県政がどうやったら実現できるかということを愚直に考えて、我々のアクションを決めたいと、このように思っています。じゃあ奥の女性の方お願いします。産経新聞の木田です。来週の百条委員会を見て、改めて一定の評価を固めたいということなんですけれども、それは改めてまた藤田さんがこちらにいらっしゃって県議団の皆さんとお話しするということなんでしょうか。その可能性もあります。それ以外だとしたらどういうふうに決定していくか。
ある程度ですね、皆さんから今日参加者のほとんどの方からご発言もいただきましたから、最終的には片山代表、そして県議団がメインの話でありますから、岸口団長や加藤幹事長といろいろ連携をしながらコミュニケーションすれば一定の方針は出せるかなとは思ってますが、そこはちょっと日程も含めてですね、一回集まるかオンラインでやるか、そういうのはちょっと考えたいと思います。まだそこは決まってません。それを固めた上で、例えば最初知事へ何か連絡を取られるだったり、何かこう直接やり取りされるっていうのはあるんでしょうか。それは可能性はあるんじゃないですかね。で、3年前の知事選では、維新の皆さんは、自民さんと一緒にですね、斉藤さんを推薦されました。で、任期を待たずにこうした不信任決議案を提出されるという動きが出てきていますが、そこに推薦をした党としての責任というのは何か感じられるところありますでしょうか。今日私がこうして起訴させていただいているのも、それがあるからです。議会内だけの話であれば、県議団のガバナンスのもと決めていただいたのを報告受けるだけでいいと思うんですね。ただ知事は、我々の今党員ではありません。で、当時自民党がの半分が割れてですね、自民党が応援し、そして我々も一緒に応援し、知事が、新たな知事が誕生したわけでありますから、その推薦した、そして押し上げた一定の責任っていうのは県民の皆さんにも負ってると思うんですね。で、これは県議団が推薦したわけではなく、党本部が推薦しました。ですから私のマターです。ですから、そういうのも含めてですね、今回、どういうふうな知事へのこの向き合い方をするかということについては、県議団の議案をの賛否をどうするかだけでなくですね、我々が知事を押し上げ、そして県政を良くしてほしいという思いの中で向き合ってきた、その我々の責任というのはやっぱり県民に対してもあるというふうに思うので、ですから党本部、かなりちょっとイレギュラーではありますが、党本部の意向と県議団、そして県連の意向をすり合わせようというふうな思いで今日来させてもらっています。もう一点なんですけれども、今こうした兵庫県内ではこの知事の問題が、かなり県民の皆さんも注目されていると思うんですけれども、衆院選も近く、おそらくあるだろうということで、そこへの影響というのは何か考えられるものというのは、今日県議団の皆さんだったり兵庫維新の会の中でも出てきたものはあるんでしょうか。両方ありました。影響すると、でいろいろ市民の皆さんにも、市民というか県民の皆さんにも批判的なご意見もたくさんいただくというお声ももちろんありましたし、いやいやそういうんじゃなくて、自分たちが知事は私たちの、いわゆる党員じゃありませんから、我々は大義をちゃんと、今の姿勢をこの大義名分、そして事実究明、そして評価を下すにしても中立的で、そして是々非々の姿勢をちゃんと示すべきだというご意見も多様にいただきました。で、どちらも正しいと思います。で、前回私ここに来た時に影響は直接的にはないという発言したんですけれども、記者の皆さんは影響あるって書きたいからだと思うんですけどね。それは新羅万象、国政選挙は影響を受けますし、新羅万象直接的かというとそうでもないというのが事実だと思うので、選挙はこの国政選挙っていうアジェンダでしっかりと戦うということに尽きるかなというふうに思いますが、私思うのは、一つ一つのこの物事に対しての向き合い方というのは、それは国政マターであるか、それか県政マターであるか別にしてですね、関係なく、やっぱり見透かされると思うし、県民の皆さん、私だったら府民の皆さんに見られているというふうに思うんですね。ですから、やっぱり筋道を通そうと、そういうことが非常に重要だというふうに思うので、何かこの政治的意図を持って、政局的に、または政治省的に何か貶めたり、または擁護したりということから一線を画すということを私たちはやっていきたいと思って、ずっとやってきました。ですから、ご批判されることもありましたよ。でも、それでも正しいと思います。我々のこういう大義名分を、やっぱり爽やかに、まっすぐに表明するというのが正しいと思うので、ですから、誤っていれば改める気はもちろんあるし、だから少し全部の事象が全部
片付いてから評価を下すということについては、私は少しそれはスピード感としては前倒しすべきだということを今日コンセンサスを取りました。そしてまあ来週あたりにその時点で他との動きもあるんで、まあこれは一定の評価を下すべきだというような結論に至っているわけであります。まあ、ですから最初の答えにもう一度答えるならば、新羅万象を影響するし、直接的に全てが影響するわけではないという、まあそういうことです。はい、前の方お願いします。共同通信の力丸と申します。まあ、間もなく9月議会も始まりますし、そこがある種、県議会県政における、何がしか決断を下される、ポイントのノーリターンだと思いますが、正直もう少し早い段階で維新として何かアクション、さっきもアクションとおっしゃってましたけど、できたと思う時の時点ですとか、その時何ができたかとか、そういうのはお考えはありますでしょうか。そういうご指摘もありますね。ただ私知事がこういう、記者会見とか、ご本人にもっと本人発信した方がいいなということは思います。個人的にね、本人がもっともっとこうだというそのことを言われたらいいんじゃないかということは私も思うし、吉村さんも言ってました。ただそれはご本人の性格もあるんでしょうから、一番この、ある種百条委員会って偽証罪に問われますよね、間違ったこと言うと。でなので非常に重たい場に出てきて、そして表明されるということをやっぱり我々は是々非々でしっかりと受け止めて、でそれを評価するというのは私は姿勢としては正しいと思うし、百条委員会やれやれと言ってた面々がですね、百条委員会がやれやれって言ってて、でそれが知事が出てくる前に何かこう不信任を出すとか出さないということをなんか表で表明したり検討するっていうのはなんか違うと思いませんか。だから私はそういう筋道はやっぱ大事だと思うので、判断とかアクションが遅いというご評価はそれはその方のご評価で、それは受け止めたいと思いますが、我々は手順を踏ん でしっかり精査し、そして判断するということをやりたいと思います。そう考えますと、手順を踏む、来週には知事や元副知事 の尋問もあると、と考えるとこの、アクションを起こすのは適切なタイミングであるということでと思います。ありがとうございます。はい、他はいかがでしょうか。はい、じゃあもう一度後ろに、後ろから先にお願いします。関西デイビス、すみません、2回目の質問で、今週藤田さんがですね、国会での多分記者団を囲みの時に知事との面談のステップを踏むかもという言葉をおっしゃったかと思います。ご本人への面談もしくは電話などの今後予定ありますか。それは分かりません。私もね、実はもともとものすごく人間関係がある方じゃなかったんですね。だから願わくはもう少し選挙の時点から、またこの3年間でもう少し人間関係があればよかったなと思うところは正直一人の人間として思ってるんですけれども、なんか気軽に知事どうですかっていう関係ではないんですね。だからちょっとこれをどのような形で最終知事 のお考えを聞くかっていうのは私なのか、もしくは県議団の岸口さんなのかちょっと分かりませんけど、そこは検討したいと思います。今のところ方針は決まってないです。分かりました。その最終判断を来週されるときに一緒に意見も聞かれる可能性もあるというぐらい、我々の意見というのは知事がこうしてくれああしてくれで決めるものでは基本的にはないと思います。ですから我々で決めて、で知事にお伝えするのか議会でのアクションになるのか、ちょっとそれは今後の判断次第って感じですね。ありがとうございます。はい、こちら NHK です。立田です。すみません、NHK の上田です。すみません、先ほど質問なんですけども、それこそ私の質問は、先ほど非公開での会合の場で、さまざまなご意見が、不信任含めてですね、さまざまなご意見が出たというところで、さまざまっていうのは実際、出した方がいいとはっきりそこおっしゃった方っていうのも中にはいらっしゃったっていうことですかね。ちょっとこれはなんかあんまり今判断にみんなも影響されてほしくないので、こういう意見とこういう意見とこういう意見が誰々から何名ぐらいあったっていうのはちょっと今日控えさせてください。で、さまざまなシミュレーションをし、さまざまな切り口から皆さんからご意見いただいたと。ただ皆さんに共通しているのは、私が今日ずっと何度も申し上げているように、やっぱり我々はもともと知事を
知事について知事をかばうというスタンスでも、知事を糾弾するっていうスタンスでもなく、まあ、中立的にずっとやってきたんだと。そして事実を究明しようと思ってるし、県政を良くしようと思ってるんだと。でそのために維新がどんな判断をすべきか、または自身がどういう態度表明をすべきかということを真剣に考えようという、そういう背景の中で技術論として、まあ、とか手段としてこういうふうがいいんじゃないかというご意見は多様にありましたけれども、まあ、そういうことでちょっと具体のなんか生々しい話は今日は控えます。分かりました、ありがとうございます。はい、すみません、読売テレビです。確認なんですけれども、前回こちらで藤田さん会見開かれた時に事実を、まあ、斉藤知事の対応について、事実をつまびらかにする前に吊るし上げるのは違うというふうにおっしゃいましたけれども、この時の意図としては百条委員会の調査結果ですとか第三者機関の調査結果を待ってから何かしら対応すべきという意図ではなかったということなんでしょうか。百条委員会と第三者機関の調査が全部出て、そしてそれがまあ、いわゆる調査結果としてまとまって、まあ、ある種の白黒がはっきりつくという、まあ、そういうのを待ってということも、まあ、手段としてはあったと思います。で今日申し上げているのは、その判断のスピード感というのはある種我々も各種状況を見ながら少し早めないといけないというその考えに至ってます、まあ、ですから全く何も聞かずにもう態度表明しているわけではなくて、さまざま事実も積み上がってきてますし、昨日の証人尋問でもかなり得られるものもありました。で来週もおそらくかなりあるというふうに思います。でその中で、さっきから何度も申し上げているように、他党が不信任案を出す、でそれに対して態度表明も求められるということですから、一定この時点で斉藤知事のこの百条委員会や告発の内容に対しての向き合い方、説明責任の仕方、それから県政をマネジメントしていく、してきたこれまでのその手法についての評価については、一定我々もこの態度表明を迫られているということでありますから、そこで、このリミットを区切ってですね、タイムリミットを区切って一定のこの整理をするというのは私は間違ってないと思います。ありがとうございます。あともう一点、前回は30日の結果を見て判断するということを、桑代表もおっしゃってたんですけれども、次の5、6の百条委員会を見て最終決定するというのは、これはもうこれ以上伸ばすことはないという認識でいいんでしょうか。基本的にはそうしたいなと思ってます、だからその時見てみないと、それは 100% 分かりませんけど、基本的には私自身は議会が9月の19ですかね、神奈川に始まりますよね。で百条委員会で知事が出てこられるのは9月の5、あ、6か、6の後は10月になると聞いてるんで、そこまで空きますよね。だから議会で冒頭県民連合ですか、すでに表明されているようにこの不信任出すって言ったら、その理由に対しての我々評価で、我々が賛否を仮に表明するんだったら、その評価は理由やっぱりちゃんと考えないといけないじゃないですか。当たり前の真摯な姿勢としてっていうことは、それに対してというか、今までの事象についてそれをリミットとして、やっぱり一定の我々は考えの整理というものは県民の皆さんに対しての説明責任として求められるのは当然のスケジュール感だと思うので、ですからそういうタイムスケジュールでやりたいと思ってます。はい、他いかがでしょうか。はい、一番前お願いします。すみません、毎日新聞です。再度の確認になったりなんですけれども、その5、6の百条委員を見て判断ということで、判断、決断されるのはもう来週中ということで、いいんでしょうか。そうですね、はい。来週というのはいつを指します。5、6の後って感じです。後 の, その今回のように、週末にか集まって決めて、そうですね、その藤田さんが来られるかどうかは分からないけれども、何かしら一定の会合が持たれて、決定をされるという理解で大丈夫でしょうか。そうですね、分かりました、ありがとうございます。他いかがでしょうか。今日はかなり意見を出していただいたので、県議団の執行部、それから片山代表が県連の決裁者ですから、それから党本部では私ので、ある程度その決裁者、それぞれの決裁者に
お任せいただいているという今日の会合の終わり方をしてますから、まあ、なので全員今日のメンバーを全員集めないと決めれないかというとそうじゃないです。それではよろしいでしょうか。では本日の会見は以上にて終わらせていただきます。皆様ありがとうございました。お疲れ様でした。これうちのカメラどれですか。はい、ありがとうございます。今日はうちのカメラも入れました。切り取り禁止でお願いします。冗談ですけど、はい、まあ、全部見てもらえる方がいいと思う。よし、じゃあ行きましょうか。